今回はミホークこそ海賊王について語っていくぜ。ルフィ基準なら、平穏に暮らしたいのにできないのは自由なのかな？海軍に追いかけ回されるのにワクワクしてたから、別に平穏な暮らしに執着してるわけでもなさそう。あれ適度に喧嘩売って適度に追われて適度に畑仕事や理性的な意味での平穏だから。でもなんだかんだどこかの組織に所属したがってるよね。属してればいちいち雑魚の相手せずに済んで楽だからな。まあああいう結果になるわけだしな。特に海賊王になりたいわけでもなく、特に過去の因縁に囚われてるわけでもなく。ミホークはバギー殺せるの？覇気使えるなら殺せるんじゃないの？東廃とか絵とかで殴れば余裕。自力が違いすぎるから多分楽勝で殺せる。最強の剣士が斬撃で殺せない疑惑がある時点ですごいけど多分楽勝で殺せる。でもやっぱり剣士のプライドから真正面から切り殺したいと思ってそう。なんなら殴る蹴るで殺せそう。グランドライン入っていきなり4校レベルのやつに遭遇して追いかけ回されたクリークかわいそう。素手なら刀より楽にバギー殺せそう。ぶっちゃけ4校とかめんどくさいが本音。それはそれとしてバギーの部下扱いされるのは不服。世界最強の剣士の名前にプライド持ってるからね。組むぐらいならともかく明確に手下はね。だがまあ平穏に暮らせるならそれもいいか面倒なら殺せばいいし。多分素手で殴るだけでバギー死ぬよ。斬撃でも無数に細切れにされたらバギー死ぬんじゃ。4校クラスに強いランダムエンカウントの一般エネミー最悪。エルミナージュの神影みたいだな。クリークは泣いていい。ウキウキでグランドラインに出たら4校級のやつが暇つぶしで殺しに来るってひどい。そもそもあの大艦隊のままカームベルト越えてグランドラインに入れるんですかね。昔に SBS でバラバラもバラバラになる限界があるとか言ってた気がする。まあ砂砂よりは切れるだろう。みじん切りレベルだと無理みたいなことは言ってたな。映画でシャンクスの強さ見てから、赤髪に勝る剣技と評されるの見るとヤバいやつ感が大幅にアップする。あくまで剣技の評価だから、吐き込みのシャンクスと同格かな？剣技ではミホークが上で吐きではシャンクスが勝って、総合力では互角って感じじゃない？暇つぶしにゾロ鍛えてた頃は毎日ウッキウキだったんだろうなこのイケオジ。覇王色持ってそうだけど、個人的に覇王色なしでシャンクスと同格であってほしい。マムヤカイドウ以上は覇王色まといあってなんぼって感じだからミホークはそれ以外の強さを持っていてほしい感はある。まあ4校のトップには剣技では勝ってて総合力では劣るって感じなんだろうが。一席逃したらなんかモヤモヤするから追っかける気持ちはわかる。株が上がり続けるビスタ。まああいつ世界最強だった白ひげの最高幹部の一人だし、準4校レベルの強さでもおかしくない。最強の剣士にひるまずにお互い涼しい顔でやり合ってたのは大きい。肩くりに勝てるイメージはかねえ。覇王色持ってるかはわからんが、武装色と剣文色は間違いなく極めてるよな。ミホークが昔海兵狩りしてた理由なんやねん。しかしまあ剣士多いよな。特に古い世代に。強いけど別に強い相手との戦いを求めてるわけでもないという。ついに今週平穏に暮らしたいとか言い放ったな。キラヨシカゲ系のやつ。人は切りつつ平穏に暮らしたいのになんでみんな分かってくれないの。自分より上がもうほとんどいないし、いても怠慢受けてくれるやつは誰もいないし。農作業メインで農閑期に強い剣士と手合わせでもできればそれで満足そう。クソみてえなイカダでグランドライン公開する化け物。あのイカダでどうやってガレ温泉に追いついてんだマジで。カームベルトの話なら無風で推進力は人力になるからでかい反戦のが不利だぞ。まあゾロ弟子にしたあたりから七分海首になるまでは本当に平穏に暮らしてるし。海兵狩りとかしといて平穏望むのはキラより圧倒的にヤバいやろ。強い奴は自由に生きれる。弱い奴は死に方も選べねえってローのセリフを踏まえるとほんと自由だなミホーク。海軍に囲まれてしまったさすがにこれはまずいぞ早く拠点を移さねばお気に入りの酒と本を選別しつつ知人と電話しながら。ジュラキュールミホークは静かに暮らしたい。強い奴しか狙わないわけじゃなくクリークを追って東の海まで来るあたり誰よりも質悪い。自由すぎてヤバい奴。割と人の名前覚えてるおじさん。久々に追われる立場になるなワクワク。いちいち海兵の相手するのも面倒だから誘ってきたワニとくもうっと。なんか三下が俺を部下扱いしやがったから殺そう。平穏に暮らしたいから三下を担ぎ上げてやるか。その場のノリと勢いで動きすぎじゃない？小舟のようでちゃんと海面下にバストイレキッチン寝室がある潜水艦なんだろう。イカダに帆がついてるから違うと断言できる。クロコダイルとは連絡先交換してるし、クマは重傷知ってる。たまにあの城で宴会してそう。まあ航海の一番の敵である波や嵐は切って解決してるんじゃないかな。ここまで来るともはや何でもありだな。ミホークを表すのにふさわしい言葉だと言える。敗北者というより傍観者だな。世界がどうなっていくかを最強の立場からただ眺めてる。敵いなければ意外と安全かも。クリーク海賊団は何も考えず危機として襲いかかったんだろうな。ゾロが声に来るまで今のポジションのまま変わらんだろうな。切られても死なない個別に動くって形だからな。一応自説もできるが、麦わら大船団って認知されてたんだ。てかクリークの件は暇つぶしとは言ってるけどちゃんとした七部会の仕事でもあるから、レストランは切る理由がない。七部会の仕事自体が暇つぶしって意味だったのかもしれんな。
バギー玉を起爆させて勝つかお返しされて負けるか。爆炎爆風も軽く切り裂けそうだからな。まあレストランはご飯食べるところだしな。泥見つけて満足してなかったらクリーク海賊団ボロカスにした後飯食って帰ってたのかもしれない。食材には無駄にこだわりそう。無農薬しか食わないとか。こいつの存在自体が泥がいずれルフと並ぶ最強格になるか時点になるかの保証みたいなもんなんだよな。言っちゃあれだがもうルフィって単純な強さならミホークも超えてるんでね。シャンクスを超えてるかどうかだな。カイドウの時点で純粋な実力で勝ったとも言い難いしまだ無理でしょ。どうかな。カイドウマム倒したけど完全な怠慢で倒せたってわけでもないし片手になったシャンクスより強いと言われてるのでシャンクス超えたらミホーク並みと言ってもいいと思うけど。一応シャンクスもミホークもまだ本気の戦闘は見せてないからいくらでも漏れるしな。目をつけられたらどこまでも追いかけてくるの怖すぎる。意地張らずに酒渡したら許してくれそうな感じもある。その時の機嫌次第だろうけど。カイドウ相手でも途中で何度も多人数で挑んだり負けたりした後でようやく勝てたからなルフィ。ニカ状態でも万全な状態のカイドウ相手だったらどうなってたかわからん。赤犬は自分が対象の時のやり方のファンボーイの欲望が減衰になった今の頭痛の種になってるのが笑える。でもカイドウよりミホークシャンクスが強かったら、地上最強の生物さんなんだったんだよ。そもそもそれ言ってるのも無駄し。死ににくいだけ。赤犬に憧れてるって欲望は言ってるけどシャンクスに脅された時赤犬ならそんなの上等だと戦ってそうよね。メタな話だとルフィが最近倒した大物って攻撃受けてくれるけどシャンクスやミホークって受けてくれないだろうからな。シャンクスやミホークは空島から落ちたら死にそう。そいつら剣を一振りしたら飛べる系の海賊だろ。カイドウはそんなに死にたいならミホークのところ行けばよかったのにね。白ひげとかシャンクスのところとかもなんで行かなかったんだろうな。一応頂上戦争には乱入しようとしてたんじゃないっけ。うせろされたけど。戦力整えて全面戦争始めるつもりだったんだから行くつもりではあったでしょ。白ひげはまあその前に死んだけど。ウサギに全力を出す馬鹿な獅子とは違うというがウサギに煽られたら殺しに行くタイプの獅子。ウサギが威嚇したら爪であしらうけど噛みついてきたら潰すってまあ獅子そのものではある。カイドウさんはプロレスが上手だったからな。ルフィの攻撃も律儀に受けてくれたし。ヒデクロコとタカの目の BLS を見かけてあ、やっぱ人気あるんだと思った。俺の会社の幹部なだけはあるな。オーカシティ部会っていう世界政府に認められた海賊としては人米以上に真っ当だよね。ほとんど賞金稼ぎしてるだけなんだもん。まあゾロかくまってたけどな。そもそもミホークって海賊だったのかもわからん。海賊狩りしててあいつ取り込んだ方が良いわでシティ部会にしただけだし。この世界政府の許可なく勝手に航行してると自動的に海賊認定だから。ミホークもそんな感じだったんだろう。そもそものロジャーからして実質冒険家だったしな。元は海兵狩りしてたって話だし、業者と見れば海賊は元より海兵だろうとお構いなしに切ってて海賊認定されたんだろうなって。ぶっちゃけ海兵切ってたらそれもう海賊だろ。誤解のしようもなく海の族だな。こいつなんならただただ暇を潰してたら世界最強になった疑惑あんのがひどいと思う。畑で採れた野菜と自分で仕込んだ酒利きとして振る舞ってきそう。今週の懸賞金見るとクロコってスレガヤバギーの半額なんだな。お得ノーアルタか。ちゃんと最強格が今も格落ちしてないのはいいな。現状特に回りくどい説明もなくシンプルに強いのがいい。世界の潮流なんて構わず気ままにぶらついてる人って感じあるけどしっかりと新聞読んで世の中の動向も追いかけてる人。こいつが海賊王か。最初ゾロとは果物ナイフでナメプだったのにゾロが剣士の矜持見せた途端ウキウキしながら黒刀取り出したあたり、やっぱ強いやつ見どころのあるやつと戦いたい欲求はあるんだよな。ゾロとの隅っこ暮らしは日々大きくなるスイカを早く収穫したいなみたいな気分だったろう。ミホークとバギーは気づいたらシャンクスの話題で盛り上がってそう。主に口で。バギーは勘違いによるもんだし実質こいつが四皇。海兵を切ると海軍のメンツにかけてより強い海兵を派遣する。それを切るとさらに強い海兵が来て延々と強者と戦える。合理的。バギー覚醒したらあらゆるものバラバラにできて最強だよな。シャンクスは途中で死んだりしてもおかしくないけど、ミホークはゾロとの決闘までは死ぬことも負けることもなさそうだな。背中の傷は剣士の恥だで向けられた正面を切ったの。いくらでも真っ二つにすることはできたであろうこと考えると将来性まるで期待してるよね。弟子入り申し出た時ウキウキだっただろうな。途中で可能性があるからまた鍛え直してこいって言ってるしクリークと違って戦士扱いだもん。ミホークも金なくて海賊買ってたら海賊狩りって呼ばれてたんだろうな。ミホークのおかげで劇中の自由というワードの意図が見えてきた。ゾロだけじゃなくルフィにも言った俺を超えるという意味も。短期であるけど四皇級戦力の矛先を海軍に向けさせないだけでも七部会に価値があった。すごく美味しいポジションだよな。ライバルな弟子もめちゃくちゃ人気だし。バギーが剣持てば最強の剣豪ではナイフ使ってるじゃん。囲まれるの久しぶりでワクワクするわ。やっぱめんどくせ引っ越しするか。おや？クロコダイルから電話だなんだろう。これで初期は青のボイスだったんだから迫力がやばい。その時の気分で動いてそう。ミホーク、クロコは能力もそうだが見た目もドストレートにかっこいいしな。
男も女もミホーク周りは外れがない。海兵は一人釣ったら増援でわらわら来るから楽しいなって思っていたら海兵狩りの異名がついたとかありそう。最初はいっぱい襲ってきて楽しかったけど、だんだんめんどくさくなってきたから誘われたし大岡七部会入るかみたいな経緯な気がする。ロジャーの処刑に立ち会ってるけど特に影響を受けたわけでもなく強い奴が海にいるから海に出た感。一人だけヤジ馬根性で見に来てそう。暇つぶし。若き日のミホーク海賊王のおっさん処刑されんの？やべえじゃん、せっかくだし見に行こう。バギーは号泣するほど尊敬していた船長の麦わら帽子に傷つけたんか。同一の品とは思わんのでは。バギーの回想だとロジャーが麦わら帽子かぶってたことないんじゃないか。大抵シャンクスがかぶってたしレイリーだけじゃないか。麦わらのロジャー見てるの。シャンクスのものだってことは知ってたけど元がロジャーのものだったのは知らなかったのか。あれ回想だとどうなってたっけ。海兵はプチプチじゃないんですよ。海賊騎士の完成形。ゾロの三千世界受ける直前に冷や汗かいてたのは何だったんだろう。三千世界が思ったよりすごい技だったってことかな。かっこいいけど絶対中二病から抜け出せてないおじさんではある。しかしまあ肩に相手の役立つを禁じたロジャーの船にいてロジャーのことも慕ってるのにその後普通に悪党やってるバギーはいろいろすげえな。世界の剣士と手合わせしてたら世界一の剣豪になっちゃいましたけど支配とか組織とかめんどくさいし亡国の孤島でスローライフします。敵意さえ向けなければ無害手のが強い肉食獣みたいでかっこいい。最初はいっぱい襲ってきて楽しかったけど、だんだんめんどくさくなってきたから誘われたしクロスギルド入るかみたいな経緯な気がする。バギーが憧れたのは個人としてじゃなくすごい海賊なロジャーだろ。強いとか弱いとかじゃなく素晴らしい意志を持った人間と出会って楽しくやりたいだけなのかもしれない。マムカイドウいなくなった今最強なのこの人なのでは？シャンクスかミホークかどっちかだと思う。もしくは黒ひげ。割と能力使わないシャンクスとミホークが黒ひげの天敵な気がする。でもシャンクスの傷は黒ひげにつけられたものだからな。黒ひげが他の4校と比べてどの程度かが未知数だしな。本気のシャンクス相手に傷つけられるレベルではあるが。もしかして黒ひげって世界最強の剣豪と並べるのか。最強剣士でスローライフで追放系だから一人なろう系。ワンクキャラはミホークシャンクスクロコダイルエースエネルが好き。幼少期代わりと過酷な環境っぽかったりワニ曰く他人を信用しないだったりこのおじさんも悲しき過去があるのかな。あの時点のゾロより強い剣士はいくらでもいそうなのにあんだけウッキウキになったあたり、あれだけの矜持持った剣士はいなかったんかな。ボヘミアンスローライフ。地下冥国出身はありそう。暇に明かせて引っ耐えておそらくバラ系の頃のゾロより強いとかどんだけや。ゲーム本編クリア済みでその後の世界を特に目的なくのんびり過ごしてる感じ。学習する日見て面白いとか思ったんだろうな。本気でバギーにキレてないのは間違いない。本気でキレてたら今週バギーは死体で登場してた。どっちもキレたらあんな遊ばないからな。二人で示し合わせてバギーはめたんでしょ。ゼファー切ったのこいつでしょ。それ言ったらクロコも怒っちゃいるがマジギレではない。マジギレしてたら干からびてた。多分三人共同生活の数字は8割ミホーク2割ペローナ。いや普通にバギーの手下扱いは二人ともキレていたと思うよ。それはそれとして生かしておいた方が得なのは分かっているからすぐに殺さなかっただけで。クロコダイルの方は怒るのもわかるが、ミホークは打てば綺麗な音が出る楽器みたいな面白さでやってるわあいつ。仲良しクロスギルドの呪いはなかなか解けない。クロスギルドは頻繁に解散の危機に陥ってほしい。絶対面白い。なんかあっちの話をスピンオフか何かでやれそうだよね。いい感じの本編の補足にもなるし問題ないよな。ミホークの小舟って本人ふんぞり返ってるけどどうやって進んでるんだ。クリークもミホークに合わなかったらもうちょっといけそうなんだが。今一番の楽しみはゾロが自分を超えに来ることだろうからな。ミホークがワニのことそれなりに認めていたの意外だった。ゲームだと塩対応多かったのに。クロスギルドと麦わら海賊団が戦う理由はないけどミホークとゾロのラインがあるから衝突は必死なの面白い。41歳の誘いは即断ったのにな。ワニふっふっ、おやつ普通に嫌いだったんだろうな。ふっふっふっ、強いんだ。俺にはドレスローザに家族がいるから。なんだかんだこういう関係は広いし付き合いもいいんだよなミホーク。クロスギルドのビラを41歳のところに持って行ってやってくれ。オスルさん反応が見たい。41歳とか嫌でしょあいつ。困ったら俺天竜人なんですけどとか言ってくる一番付き合いたくないやつ。41歳かミホークかで考えたらミホーク選ぶ以外の選択肢はないよな。むしろミホークと手を組む機会を蹴る理由が思いつかない。今週号なんか思ったより悪どいというか海賊メンタルしてて驚いたわ。暇つぶしに船切るやつなの知ってたのにいつの間にか人格者というか孤高の武人として見てた。七部会廃止に至って元海兵狩りだけ除外はメンツ的に無理でしょ。七部会廃止自体がアレなのはまあはい。トレジャーバトルか何かでミホークはワニのことゲドウって言っていたけど今回見た感じ騙される政府が悪いんだろくらい思っていそうな側だったなミホーク。暇つぶしにクリーク海賊団壊滅させるくらい仕事に真面目な男。41歳は全七部会の地雷踏んでる。クロコは単純に嫌い。ハンコック特馬は天竜人。ローはコラソン。モリアは頂上決戦での戦闘。
ミホークとジンベイは多分性格的に合わない。白シゲくらいか。ウィーブルの外見も41歳の家族と相性良さそうだもんな。アラバスタ乗っ取りとか考えてた頃のクロコダイルなんてミホークにはどうでも良いだろうけど、頂上決戦編で男と意地を見せて今裸一貫から再起を図ろうとする男ってのは嫌いじゃないだろうしな。七部会廃止決定したのは海軍じゃないし、ハンコックの近況書かれるのはサボの次かな。本編この調子だと二度とビスタ再登場しない気がするから、ミホーク出るたびに株が上がり続けることになりそう。白シゲに駆られてそう。制度を悪用され続けた結果システムに信頼がなくなってしまったから七部会システムが解体されたのはわかるけど、ミホークだけは手放しちゃダメだったやつ。ジンベイも天竜人大嫌いだろ。一体いつから最強の剣士やってるのか謎だけど、そりゃ暇だろってくらい強すぎる。でも海兵狩りなんて存在を七部会にした時点で海軍のメンツは丸つぶれだし、この上さらにこいつだけ強いし民間にはあんまがいないから除外なんてやってたらもう、ね。むしろ海軍のメンツ的には真っ先に潰さなきゃいけない存在な気もする。でも今の海軍じゃ全戦力投げたって捕まえられないでしょ。メンツもクソもないよ。海兵切りしまくっておいて平穏に暮らしたい羽根だろ。いいだろ、ミホークだぜ。でもな、七部会だと海兵とは戦えないけど、クロスギルドだったら海賊とも海兵とも戦えるからお得だし。海軍なんてどうせ昔はモーガンやネズミみたいなのばっかだったに決まってる。小舟で海を渡ってるところを海軍に触出されて海兵が強いのか興味本位で切りかかったのが最初かな。いかん、あんなところに漂流者が。ビスタよりミホークを貫通したジョズの方がすごくね。だって狩らないでおいた海兵の方から勝ってよいよってしてくれたから。ゾロを自分に匹敵するぐらいまで鍛えて、その上でゾロを切りたいんだろうな。めきったやん。ミホークは育成が好きなだけじゃない。バラバラが覚醒して分子レベルにバラバラになられたら勝てない。最強すぎてライバルのシャンクスも腕なくすし、ゾロという楽しみができて嬉しそう。まあ楽しそうだからゾロ育てたんじゃね。こいつの言動見てると裏表なさすぎるし、動機も多分単純だろう。ルフィバギーより高いミホークの懸賞金に目が引くけど、クロコの19億も大概だと思う。てかキングマルコ13億カタクリ10億なのにインフレしすぎだろ。マムのところは何か最上位でも意図的に低い気はする。でもあの世界も大海賊時代が進むにつれ懸賞金がインフレ傾向にあるんじゃないか。エースウォークサボ6億当時も今なら倍はありそう。バギーは一生覚醒できないと思う。バギーは声がまず強い。バギーの声は強かったり弱かったりするからな。結果役は腹だと考えると強いけど、メガネやマントだと考えると弱い。目的とかなさそうなんだよな、ミホーク。ゆえに自由。海のど真ん中で全方位から砲撃して沈没させたらさすがに溺死させられるでしょ。とりあえず懸賞金かけたけど無理だろうなという諦めを感じる手配書。鷹の目 VS ゾロ目。何十億の懸賞金って本当にくれんの？カイドウの生首とか持って行ったらその場で危険人物として懸賞かけられそう。今の対象みたく悪用してなければとりあえずスカウトじゃね。ミホークは最後まで最強の剣士のまま物語が終わりそう。パッと見だと西部劇で銃使ってそうな外見で剣士なのはずらしだったのかな。麦わら海賊団よりもミホークのところにいた期間の方が長いから戦うにしても命の奪い合いはできなさそう。むしろ世話になったからこそお礼に全力で殺しに行くってタイプじゃないか。ゾロもミホークも。読み切りの漫画でもミホークっぽいのがラスボスだっけか。そういえば以上、ご視聴ありがとうございました。